皆さんこんにちは。店長武蔵とその仲間がバイクタイムでやっております。今日はね、これヤマハですね。はい。まあ、なんか安っぽいなってこと言って、あの違うんですよ。メカニックスーツとかいう名前なんですけど、要はこのつなぎですね、レーシングメカニックスーツっていうのと、ただの安いメカニックスーツっていうのが2種類ありまして、でこれは安い方のやつなんですよ。であのホンダのやつはちょっとあれ確かレーシングなんとかっていうタイプだと思うんでね、ちょっと高いで、なんでやっぱり作りがいいってね、別にヤマハだからホンダだからってないですよ、はい、鈴木だからで、ちなみにね、これロゴが入ってない、後ろにロゴ、ヤマハって入ってないのあるんですよ。高いんですよ、ヤマハって入ってない方が。これがね、すごい。はい。これあれですか？例えばヘルメットで、ここに、大きくね、アライって入ってんじゃないですか？アライとか、ショーエイとか。あれが入っ、ステッカーいりませんって言ったら高いんですかね？ダメ、そういう関係ダメですかね？あ、でもあれ、あそこはなんかないと、なんか、変ですよね。あそこにステッカーがないとね。まあよくないですかね。はい。で、昔ですね、私、もう何年前ですかね。かれこれ、20年、あ、でも20年、もう20年近くなるんですかね。あ、今、2019年ですから、まあ20年までは行ってない。一時期ですね、クワガタの飼育にハマってたことがありまして、あれ確か2001年かなんかそれぐらいに外国産の、クワガタとかカブトムシが輸入が確か緩和されたんですよね。それでいろんなのが入ってきて、それでなんか一時期ブームになった。今はどうなんですか？よくわかんないんですけど、今どうなんですかね。で、クワガタ、なんつましたっけ、虫キングとかね、なんかそんなのあったと思うんですけど、はい。で、私、その頃船橋でね、ちょっと、船橋というところで千葉県の、郵便配達みたいなのやったことがあるんですよ。やってたことが、ちょっとだけね。で、その仲間と、その船橋の駅のところに、虫屋さんがあって、クワガタ屋さんがね、でそこに行ったりとか、してたことがあります。あと、二人でね、中野ですよ、東京ですね、東京の中野に、虫社っていうね、虫の、要は、ひらがなで虫に会社の社って書く、要は虫社っていうのがあって、それでそこでそこはいろんな本出してるんですよね。そういう虫関係の。虫関係なんですかね。わかんないですね。で、あと、生態とか飼育グッズ、生態っていう、言いますよね。そういったものを販売してたりするんですよ。うん、それで私、ね、その時一緒に働いてたのね。一緒にこう行って、確かね、秋葉原かなんかにバイク止めて、それ で電車だったような気がするんだけど違うかな。で、なんかね、いろいろ買ってきたりとかね、で、やった記憶がありますね。で、一時期ですね、働いてたことも、クワガタ屋さんで働いてたこともあります。アンテコレクションっていうクワガタ屋さんがあったんですよ。北松の、ね、駅のところに6号沿いに。で、そこでバイトさせていただいたことがあります。はい。で、アンテコレクションは今ない、なんかいつだか通った時になかったんですよ。それで調べたんですよね、ネットで。あれどうしちゃったのかなって、引っ越したかなって。でも見つからない出てこない。どうしたら辞めちゃったんですかね。残念わかんないですね。一応あ
そうお台場とかにお店出してましたからね、一時期ね、あのだからブームの時ね、そういうのが結構大変、なんかあれですかね、反動が来たのか分かんない。で、そう、あそこの、そこの店主さんはね、すごいのは、あの、声帯はちょっと高めなんですよ。声帯は、まあね、うん。ただ、あれが安いんですよ。あの、飼育グッズが安い。だから、ある意味ね、でも声帯、あれ、クワガタとか、やってる方分かると思うんですよ。やったことある方分かると思うんですけど、めちゃくちゃ増えるんですよね。すっごい増えるんですよ。いわゆる成虫だけをね、こう、見てても、まあ面白い、成虫もいいんですけど、やっぱりそ、ね、やっぱり卵を産ませて、産んでもらってね、産ませてなんて傲慢なんですかね。なんて傲慢なこと言ってんだよ、産ませてなんて、お前。とんでもない話だ。ね、メスにね、卵を産んでいただいて、そして、その卵をね、が、飼えるじゃないですか。ちっちゃいのがね。だからそれを、あ、いや、まあ、卵の段階からですよね。卵の段階から、こう、ちっちゃい、みんなをパッ、全部移して、一個ずつね、このね。それで、飼えるじゃないですか。で、食べる。どんどん、幼虫がね、どん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 大きくなっていくんですよ。で、これが、安泰ウス、オオクワガタとかになると、すごい大きくなるんですよ。で、こう、大きな瓶にね、こう入れながら。禁止瓶ってね。はい。あれ入れて、で、こう、で、大きくなるの見ながらね。あ、大きいな。で、サナギになるからね。サナギになったら、そのまま、すいません、ただ、サナギになったらそのまま、サナギで、こう、その瓶で返してもいいんですけど、やっぱ養殖がね、うまくできてない場合もあるんで、それをね、サナギ取って、こう、人工養殖。養殖ってサナギって書きます。サナギの室、部屋で、ね。人工養殖。バケラッタ君って作ってたんですよ。そこの店主がね。多分知ってる人いっぱいいると思うんですよ。バケラッタ君ね。で、それを、なんですかね。なんですかね。そう、それを、まあ、販売したんでね。うん、私はちょっとだけしかやってない。何ヶ月ぐらいありましたかね。うん、まあ、お手伝いしてね。はい。やらせていただいて。いやー、そうですよね。そう、人工養殖に一個一体一体、サナギをね。あれ、サナギって動くんですよね。私知らなかったんですよ。サナギとこうやって動くんですよ。寝返り打ったりするんですよね。こう動くんですよね。それで、体が出来上がって、で、綺麗なね、形で、出てくると。ああ、いいな。で、昔からオオクワガタやってた人がいっぱいいると思うんですよ。類大飼育っていうんですかね。最初の、まあ、野生で手に入れるっていうのは難しいと思うんですけど、あのオオクワガタを、国産のですね、日本のやつですけど。で、それをこう少しずつね、まあ、買うなり、まあ、もちろんあのペットショップで買わないでも何十万とかね、昔はしたっていうね。で、もちろん越冬するんで、何年も生きるんですけど、で、結局ね、子供をね、産んでいただいて、で、さらにその子供同士で、で、こう、掛け合わせていく、ね。そして、類大飼育、ね、F1、F2、F3、F4 とかね、なって。で、より、まあまあ、人間がやってることなんで、あれなんですけど、より、こう、顎がね、の形がどうだとか、大きさとかね、うん、そういうのを、こう、なるべくね、大きいのと大きいので、とか、もう顎の形がこういうね、とかあるんで、それでやるっていうね、だと思うんですよね。で、それが外国産のが入ってきて、入ってくるようになって、で、いろんなのもっとね、こう広がっていったんでね。で、うちにちょっとね、自宅に行って、で、部屋だったら、ちょっと標本、やっぱり死んじゃったやつをね、標本してるのがあるんですよ。まあ、ノコギリクワガタは単にあの白石のねちょっとあのクヌギの木がいっぱいあるところにそれから取ってきたやつねそれしばらくあってでノコギリクワガタは越冬しない、成虫のままは最初の時越冬して次の年でもう死んじゃうんですかね、
最初の孵化した時は、出てこないでそのまま越冬するのかな、確かじゃなかったでしたっけ。いやー変なこと言うとねお前なって言われるんでね、言われないですかねうーん確かそんな長生きはしないんですよね、ノコギリクワガタはね、でまあいいんですけど、それをちょっとね、で結局ですね、どんどん増えていくんですよ、こうあれもやってみたいな、これもやってみたいな、ヒラタクワガタ系ね、ヒラタクワガタっていっぱいいるんですよ、あの外国産のは、パラワン、ヒラタクワガタはね、スマトラとかやれ、何でしたっけね、で大きいんですよ、やっぱりあの外国産のは80ミリだの90ミリ近くあるわけですよ。しかもあのヒラタクワガタってすんごい凶暴なんですよね、力もありますしね、あとダイオウヒラタっていうのもありましたね、いますよね、でそれの飼育やったり、であとメタリフェル、なんとかクワガタ、あの顎がこう長いやつ、あれやったりね、であれってあの最長で100ミリぐらいになる、100結構大きくなんですよね、まあ、体ちっちゃいですけど顎が長いんで、で大きなね、梅酒を果実酒を作るようなあのこの瓶、木瓶でね、85ミリぐらいなんで、そしたらアンテコレクションでしょ、おー立派だよそれはつって、すごいなつって、どの子のでも店に片といてしたら、なんか なんだっけな、なんかの社長が来て売ってくれっつって、それでそれもかの買ってっちゃったっていうのがありましたけどね、他にも、でそこでやっぱいっぱいこう出てくるじゃないですか、だからあの売ってもらいましたよ、売ってもらったって言うんだけど、そこであの、ヒラタクワガタ、あれはなんつうかね、スマトラかな、スマトラいっぱい出たんで、それを売ったり、ありますね。幼虫がね、幼虫が、すごい数になるんですよ、1000匹ぐらいあの至る所、部屋の至る所がもう禁止瓶だらけ、そういうことにやっぱりね、なってしまって、そして、フェードアウトしていくとで結局ね、最終的にはやめてしまったんですけど、なかなかね、であと年型あの結局あの類大野生から取ってきたメスとかだと、もう大体交尾しちゃってるんですよね、だからそのままあの卵をね産んでくれたりするんですけど、まあ自分で孵化させたものに関してはやっぱりあの産まないじゃないですか当たり前ですよね、何もしてないんですから、はい、なのであの交尾させる、交尾させるのはとんでもないですよ、なんてこと言ってるんですかね、交尾していただくね、はい、で一緒にしてね、ペアにして、でうまくいくと、愛の行為をねしてくれるわけですよ、はい、でクワガタっていうのは非常に臆病な生き物なんですよね、確か、でとてもこうデリケートなんですよ、これがねカブトムシはすごいですよね、私ねあのカブトムシとこう取ってあの車でこうね虫かごに入れて、虫かごっていう虫かごじゃないけど、まあ、箱に入れて持って帰ってくるときに、持って帰るその途中、持って帰るってね、その途中でさえねオスがねメスをね押さえつけてね、君たちは今捕まってるんだよ、それなのに何をしてるのっていうね、メスがいたらもうそれが場所がどこだろうが、はい、すごいですね、あのクワガタだったらまず隠れることを優先しますよね、はい、そんな時によくできるなっていうねあのゴルゴ3人で あるじゃないですか、こう、主人公って言い方変だな、ゴルゴ3人がこうね、あの時の女の人は誰だったのかな、ね、でそういう、ね、なんかしてる時に銃を突きつけてわーって来るんですよ、で
出ろっつって、ね、ゴルゴ13の周り、ね、銃に突きつけが囲まれちゃって、ゴルゴ13ね、で、すっぱだかなんですよ、ゴルゴ13。だから、あの相手のやつが言うんだよ、おい、こいつなんだよ、こんな状態なのに追ったってるぜ、つって。っていう、シーンが確かあったかと思うんですけど、すごいですね。大物ですよね、さすがゴルゴ13。はい、まあいいんですけど。そんなところ、まあ、だからカブトムシっていうのはね、すごいですよね。だけど、クワガタってやっぱり臆病なんでね。で、クワガタこうちょっとね。で、メンガタクワガタがやっぱりね、やっぱり面白かったですね。メンガタクワガタ、アフリカのやつなんですけど。メンガタクワガタで、で、ね、オスとメスをこう一緒にしてしたら、オスがね、メスの上にこう乗ってダンスするんですよ。はい。写真は撮って、昔写真は撮ったけど、今だったら映像撮れない、映像撮れないですよね。なんで映像撮ってないんだって、デジカメで映像撮っとけよって思うんですけど、そうダンスするんですよね。それで幼虫、最終的に幼虫がね、さなぎになるときに繭玉っていうのを作るんですよね。その場所に勝手にこう洋室作ってじゃなくて、こう繭玉っていうのを作って、そして繭玉みたい、繭じゃないから繭玉って言わないのかな、うん、なんかそれ作って、その中にでさなぎになって、それ最終的に浮かして出てくると、そんなことをね、いろいろで、うちエアコンがなかったんで、部屋にエアコンが、今もないんですけど、そこの自宅の部屋は夏場すごい暑くなるんですよ。金魚が死んじゃうぐらいですからね。金魚が暑すぎて死んじゃうっていうね、それほどひどい。だからクーラーボックスの中に毎日朝起きたら、まずクーラーボックスに保冷剤入れて、で仕事から帰ってきたらすぐまた保冷剤入れ替えて、寝る前にまた保冷剤入れてっていうね、そんなことをやっておりました。はい。エアコンあったら大変ですね。全部ずっとつけっぱなしでしょ。電気代どうなっちゃうんだろうなっていうね。まあそんな、ことをやってたことがございます。はい。まあブームですよね。ブームですよ。皆さんは何かね、ブームで、うちに来たってクワガタやろうかなぐらいの勢いありましたからね。危ないですね。何を勘違いして、クワガタやってたら大変なことになりますね。まあ、バイクやってますけど、今は。はい。